Uber の、Uber ワールドのライブ行きましたか？はい。これは年末の話かな。年末、去年のね、まあ今年の年越しか。去年年越しの、年末のライブは僕は行けなかったんで、ちょっとどうしても外せない用事があって、はい。まあちょっと行けなかったんで、まあ、行きたかったなっていうのはあるんですけど、まあやっぱそのみんな元気そうでしたし、まあ仲良くさせていただいてるんで、まあ本当にまあ登場曲とかもいっぱいあるんですけど、今年もまだ何日を決めてないんで、ちょっとじっくり考えようかなと思います。はい。まあちょくちょくそのねメンバーの方々とかまあ連絡は取ったりするんで、まあそう、まあ、状況報告とかをね、はい、たまにはやって。まあその東京行ったりとかしたら、まあ、会うことは結構あるんで、まあ、そういうのを、まあ、楽しみにして、はい、今年も頑張りたいなと思いますね。はい、じゃあ次いきます。ゲーム実況マイクラもしてほしいです。マイクラか、マイクラ俺やったことなくて、マイクラどうなんだろうな、触ったことがないからちょっとまだ分かってないんですけど、ちょっと誰かの配信のやつでもちょっと見ときます。はい。まあ、それで僕がちょっとハマったんであればちょっと、はい、刺さったんならやろうかなと思います。はい。はい、じゃあ次いきます。今年は先発ですか、中継ぎですか。はい。僕はやっぱ先発でいきたいなと思ってるんで、そこだけは一応外せないなとは思って、まあ今準備をしてるんで、まあ、しっかりその、まず、まあ、今、ビッグミスアートですけどね、まあ、キャンプの、まあ、中旬だったりとか、後半には A 組に上がって、まあ、そこにね、しっかり入っていけたらいいなと思ってるんで、はい。まあ、それまでしっかり頑張ろうかなと思ってます。次、好きなトレーニングメニューは何ですか？はいはいはい。好きなトレーニングメニュー、なんだろうな。もうそうですね、まあ、今までずっとその体作りででかくしようでかくしようっていうそういう方向性にずっと持ってきてやってたので、まあ、ちょっと、まあ、もう30だし、まあ、方向性もちょっと変えてみて、どちらかといえばその、まあ、キレでいくように、キレで投げれるように、はい、体もちょっと絞りつつ、まあ、バネで投げるというか、まあ、そういう感覚の方に行ってるんで、今はどっちかといえばまあ、結構シャドウ負荷とかそういうなんていうんですかね、まあ、重たいものじゃなくて、まあ、動きがしっかり出るもの、そういうトレーニングメニューとかは結構やってます。はい、はい、じゃあ次いきます。大竹選手に会えなくて寂しくないですか？大竹選手に会えなくて寂しいです。はい、そこは絶対寂しいですけど、この間大阪で会ったんで、ね、はい、まあ、一緒に、まあトレーニングやって、まあ今年も頑張ろうやみたいな感じで話したんですけど、はい、なんかこの沖縄でなんかウクレレの練習してるっていうのがまたちょっと大竹らしいなと思いながら、はい、まあちょっとあいつのインスタも見てたんですけど、はい、まあ頑張ってほしいなと、僕も負けずに頑張ろうかなと思います。はい、じゃあ次いきます。好きなゲームは何ですか？好きなゲーム、最近やってるのは、Apex、まあ、たまーに、まあ、配信外で、バロラント、そうね、まあ、あとは、マリカーとか、スマブラとか、はい。まあ、パソコンのゲーム結構、いろいろ持ってるんですけど、配信でなかなかやることがなくて、まあ、いけるタイミングで、いろんなことやりたいなと思うんで、ぜひね、そういうのは見に来てください。はい。じゃあ次いきます。おすすめのパソコンありますか？おすすめのパソコンね。難しいっすね。まあ、何がいいとかはちょっと実際わかんないんで、なんとも言えないんですけど、僕はもうなんか、その、パソコン何台か買ったし、現にどれがいいかって思ってやったんですけど、結局一番良かったのは自分で作った PC だったんで、自作 PC 自分が好きなように組み立てて、うん、好きな部品入れてって感じのが一番良かったんで、まあできる人は、はい、自作で作った方が、はい、いいんじゃないかなと思います。金額も安いし、
はい、まあ、作るの大変だと思うんですけど、はい、まあ、お店の人に任せてればいいかもしれないんで、そこに関しては、はい、なんかそういうのパソコン詳しい人絶対いると思うんで、ぜひ聞いてみたら、僕もまだそんなに分かってないんで、そうですね、まあいい感じに今は、まあ、これ持ってきてるパソコンもあるんですけど、それも自作 PC なんで。次いきまーす。日ハムの人的保障の時に他から始まる人って言われた時どんな気持ちでしたか？これ結構で、ね、その、わっと笑ったんですけど、結局その後になんか大学の頃はどうだったっていう、まあ、文面があったんで、はい、違うなって思いながら、まあ、ちょっとなんかドキドキしてたんですけど、まあ、俺じゃなかったなみたいな、なんか言い方が難しいけどですね、まあ、これ僕じゃなかったなって、まあ、多分選手みんな、はい、宝始まる人はあれじゃないですか、ドキドキしたんじゃないですかね。結構気になってたと思いますよ、はい、僕も気になってたんで、はい、じゃあ次いきます。緊張した時に平常心を保つ心がけはありますか？うん、これはね、結構僕もいつもやってることがあるんですけど、まあ、平常心を保つ方法っていうのがねあるんですよね。実はあるんですけど、まあ、何事にもどういう状況になってもですね、僕は一旦受け入れるっすね。そこは、まあ、どんなに受け入れられない状況であっても一旦受け入れるっす、はい、一旦受け入れて、そうだね、こういう感じなんやねっていうのをちょっと自分の中で一旦ポンって落ち着かして、でそのまま次の動きをやるっていう感じなんで、緊張した時に平常心をここ保つ心がけってことは、じゃあ緊張した時に、あ、俺緊張してるんだ、ははは、ぐらいの感じで、あ、俺緊張してんだわ、俺って緊張するんだなって思ったら、それってちょっと自分の中で余裕ができるんですよね。そうした時に、じゃあ次、そこから次のことに考えよう、次の動き考えようってなるんで、まあ、結構試してみてもらったら、もしかしたらそういう使える場面があるかもしれないので、ぜひ使ってみてください。はい、じゃあ次いきます。香水は何を使ってますか？香水は僕は、そうですね、もともと香水ずっとつけない人だったんですけど、なんかそのつけない、まあ、理由があって、その匂いが僕にめっちゃ鼻が強くて苦手だったんですよね。で、その香水の匂いでめっちゃ頭痛くなるっていうことが、なんかこの辺が痛くなるみたいなことがめっちゃあったんで、ずっとつけなかったんですけど、唯一ヴィトンの香水だけは大丈夫だったんで、それだけはつけてますね。それが大丈夫だって分かってからはずっと使ってます。はいはい、じゃあ次いきます。最近の癒しは何ですか？最近の癒し、まあ犬の寝顔を見るとことか、犬と遊ぶところとか、はい、まあもう自分の子供みたいな感じなんで、はい、めっちゃ可愛いと思って、一緒に遊んでますね。まあ、寝る時も一緒なんで、もうなんか潜ってきてみたいな、あ、めっちゃ可愛いなと思いながら、一緒に出てます。はい。じゃあ次いきますね。DVD、デッドバイデイライトやったことありますか？見てみたいです。あれ結構なんか俺の中でホラー系みたいな感じあるんだけど、はい、もうドキドキしちゃうんで、まあやったことはあるんですけど、全然配信とかでやってみようとか思ってなかったんで、まあ結構その昔大竹とか、まあ何人かでデトバやろうぜっつってやってたんで、まあそれがまあ久々やってみようかなと思うんですけど、まあ大竹くんがめっちゃ逃げるのうまいっす。めっちゃうまかったっす、あいつも。タイミングあったらやろうかと思うんで、ぜひ見に来てください。はい。じゃあ、次行きますね。シーズン中、試合の感想等の動画を配信していただけますか？そうっすね。まあ、タイミングにもよると思うんですけど、まあ、チームプレーなんで、いろいろ、はい。まあ、しがらみあると思うんで、微妙な感じかもしれないですけど、まあ、配信、僕がゲーム配信してるときに、まあ、いろいろ聞いてくれても、はい、僕は普通に答えると思うんで、答えれることに関しては、はい、なんで、まあ、ぜひ遊びに来てもらって、はい、質
問してもらえればいいと思います。はい、じゃあ次いきます。ファンとプライベートで触れ合うことってされますか？まあ個人的な悩ましょうとかはないですけど、たまたまその僕がご飯行ったお店にそのタイミングでいたと、まあ、そういう時にはまあ話したりはするんですけど、まあ、声かけられたらですね、まあ、それぐらいかな。はい、まあ、あとはゲーム配信の時にまあちょっと喋るぐらいかな、はい、チャットぐらいで、はい、そんな感じです。はい、まあでもまあ会ったら全然声かけてもらえたら、はい、まあ、話もすると思うんで、はい、ぜひ、ね、声かけてください。はい、2023年のメイングローブの色は今ね結構悩んでんすよね。まあ、一応そのグローブに関して2つ上がってきてて、で、まあ、黒と赤、赤はここにあるんですけど、このこの赤、今年もこれまだね形も付け終わってないんで、はい、まだできるかな、まあ取れるかなぐらい、はい、まあ赤と黒、まあ、同じ形で、うん、この2つでいこうかなとは思ってますね。はい、うん、じゃあ次いきます。 YouTube で雑談生配信とかしないんですか？まあたまにやってもいいんかなと思うけど、はい、まだやったことないんで、まあ、そのうちちょっとやってみようかなと思ったらやりたいと思います。はい、まあ、なんかちょっと変なこと喋りそうなんでちょっと怖い、できるだけ、はい、徐々に慣れてからやろうかなと思います。はい、じゃあ次いきます。YouTube で変化球解説とか見てみたいです。そういうことですね。まあこういう、これは結構ありかな。でも、その人の変化球とかはちょっと本当解説できないんだよ。わかんないことはマジわかんないっていうんで、まあ、自分の変化球とか、まあ、そういうのに関しては、まあ、やってもいいかなと思うんで、まあ、そのうちタイミングで入れますね。はい、やってみようかなと思います。じゃあ次、YouTube でプロスピ関連取り扱ってください。プロスピ、そうですね、僕マジで野球系のゲームに今までハマったことがなくて、なんでかわかんないですけど、なんか野球やっててゲームで野球するっていうのがなんか僕の中ではなかったんですよね。でも最近ちょっとそのプロスピ関連のね、配信者の人たちにもね、まあよくなんですかね、ゲーム一緒にしたりするタイミングが増えてきたんで、まあ、そこに関してもちょっと教えてもらいたいなと思って、まあ、ちょっと細っと始めてみようかなと思ってます。まあそんな感じですかね。もうこれちょっと取り扱えるんだったらちょっとやってみようかなと思う。以上でございます。はい、じゃあ次いきます。インコース膝元、膝下にストレートを投げるときの意識は？インコース低め、まあそのあれにもよりますよね。カウントとか状況にもよるんで、まあいろいろあるんですけど、まあどっちかっすね。まあベースに乗っけるのか乗っけないのかぐらいのとこでちゃんと勝負するのか、まあ足を動かすだけためだけに投げるのか、まあ、それによって目的が変わってくるんで、はい、まあイメージで言ったら高めのここら辺のボール投げてバッターの削らせますっていうのと、まあ同じ意味合いというか、そういうので使う時もあるし、まあ勝負で空振りを取るときとか見逃しを取るときに使う投げ、そういう投げるときもあるんで、やっぱタイミングによって変わっています。はい、そんな感じですね。はい、じゃあ次いきます。インスタライブをする予定はありますか？多分インスタライブはしないかな。インスタライブするんだったら YouTube でライブしたいですね。それやったらの方が、僕はそっちの方がいいな。まあ、最近ちょっとそっちも頑張ろうかなと思ってるんで、 YouTube の方でいろいろやろうかなと。レギュラーシーズンは何時起きですか？そうっすね、レギュラーシーズン、まあ基本平日はナイターなんで、まあ普通だったら遅いんだろうと思うんですけど、僕はその犬の散歩とか行くんで朝方に、まあ結構まあ7時8時とかには起きとうっすね。起きててそっから散歩に行って、で飯食べてみたいな感じですね。でもし寝るんだとそこから寝てるっす、また。まあでもその、まあ、犬がいるとっすね、やっぱりお世話もしないといけないんで、はい、自分の可愛い子供なんで、まあ、そこら辺は、まあ、ちゃんとやってるんで、まあ、そんな時間になるっすかね。はい、
むしろなんか夜の方がちょっと長いかもしれないです、はい、夜の方がちょっと遅いですね僕は。はい、次いきます。はい、グローブ見せてください。あ、さっきのやつやねこれさっきのやつに近いやつやね。はい、もう一回見せときますね。はい、グローブこんな感じです。はい、こんな感じだ。はい、はい、ショ S ん、うん、S 武田18番。はい、グローブ赤、だいぶこんな感じになってます。はい、はい、じゃあ次いきます。玉闇という主人公のモデルは武田選手の漫画があるんですけど、知ってますか？うん、それ結構聞いたことあるんですよね。でちょっと、まあ、冒頭だけちょっと読んだんですけど、途中で今止まってるんで、はい、ちょっと一回読んでみようかな、ちょっと読んでみようかなと思います。読んだ人なんかむしろなんかちょっと感想を教えてもらえたら、はい、僕もちょっともっと読んでみようと思うんで。はい、次いきます。野球以外で得意なスポーツはありますか？うん、結構その、まあ、小学校とかからまあ違うスポーツしてたんで、まあ、いろんなスポーツやってたんで得意というか、まあ、できるのは多いかなと思いますね、はい。まあ、でもその中でも一番得意なのは、うん、水泳かな。水泳が一番得意ですかね、まあ、その次が、まあ、バレーでバスケ、サッカーは一番苦手です、はい、ちょっと足先まで神経通ってないのかもしれないぐらいマジで苦手です。まあそんな感じですかね。マジサッカー苦手なんですよね。ほんと蹴れない、はい、リフティングとかマジでできないすごい、だからサッカー選手すごいなと思いますけど、逆に。はい、じゃあ次いきます。いつからゲームをそんなにするようになったんですか？ゲームをするようになったのは、そうね、まあでも小学校のぐらいの時からめっちゃやってたっすね。もうゲームする、家でゲームするか外に行って野球するか、まあその遊びでね、あのゴムボールとあのカラーバット持って野球するかみたいな感じだったんで、うん、まあ本当どっちかっす、もう、はい、そんな感じだったっすね。だからずっとゲームに関してはずっとやってたんで、あの、まあ、それこそ僕らの一番最初の64とかもうプレイステーションが出た時とぐらいな感じですかね。そこら辺が、僕らのあれなんで、まあ、ちょっとだけちょっとなんかあのや他のもやってたけど、はい、なんだっけ、あのこのスーファミリーじゃないか分かんないけどちょっと名前忘れた、はい、あとは、うん、まあ、ずっとやってんのは何なんだろう。 FF やってますねずっと、はい、ファイナルファンタジーとドラクエか。ドラクエはこの2つに関してはマジずっとやってるんで、もう新しいの出たらすぐに新しいやつ買って、ね、もう3日とかぐらいでクリアしちゃうみたいなのをもう永遠とやってましたね、はい、2週目とか、はい、じゃあ次最後に一言、そうっすね、まあ初めてこんな感じでやってみたんですけど、まあ素を出しながらできてよかったかなと思いますし、まあ、まあ今後もねこんな感じでやっていけたら、いいのかなと思ってるんで、まあぜひね僕がその質問、募集するときにはねぜひガンガンやってもらえたら、答えれる範囲のものに関しては答えていきますので、今後もね、よろしくお願いします、はい、それでは、また、次回ね、また見てください。それでは。